妹が。すごい喋ってたので。今一旦配信してるよって言いました。以上、うん。こん、こんばんは。 どうしようか何分ぐらいやろうかなでもちょっとそんなに長くはできないんですけれども楽しかったのでちょっと話ししたいなと思って配信つけてみましたおーすごい明るすぎる、ね、やばいここのここにねジュリーにね塗ってもらったんだけどちょっと光をパッて浴びるとちょっとすごいすごいことになっちゃう。 こんぐらいかな。<laughs> よいしょ。こんばんは皆様。配信始めたよ。みんな来て。楽しかったですか。良かったです。二日間ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ちょっとシェアしようかな。シェア。 何から話せばいいか分かんないんですけどえっとまずじゃあ昨のの話からしようかな昨日は「無謀人」を披露させていただいてえっとみんなの近くにも行けてですねすごい嬉しかったですみんなすごいねあのめっちゃ近くて本当に手とか触れそう触れ触れちゃいそうなくらい触れられそうなくらいすごい近くて嬉しかったです そうあんなね近い距離の近い距離っていうのはまあなかなかないのでドキドキしちゃいました <laughs> そうなんか最高列っていうのかな一番後ろであんまりこうステージからは遠い方のところにも近くに行けたのが嬉しかったです、うん、って感じですね昨日はそう無謀人衣装で無謀人 おやらせていたただきましたそして今日はえっと今日はですね台盤パートは「ニアジョイの台盤と「ニアジョイの台盤とあとあの今日は「えっと昼公演は」はあのクロスステージということで「お姫様にしてよう」に参加させていただきました嬉しかったですもう本当に大好きな曲すぎて。 私結構カラオケ配信あんまりいらないんですけどカラオケ配信やった時大体結構歌ってる確率高いですよお姫様でいつかすごいうるさい <laughs> あのいつかね歌えたらいいなと思ってた曲ん歌えたらいいなと思っていた曲だったのですごく嬉しかったですそう「ニアジョイからはアリスとアユみンと3人で 参加させていただきました。誰が好きだー。兄に,ーにーさちゃんだー。ニあ,にーあーゆみだー。兄ってやりました。<laughs> そう、みんなももちゃんって言ってくれて嬉しかったです。そう。オリジナルだったら4人。 4人かな4人おおすごい,いすごい生活音がめっちゃうるさいごめんなさいあの4人とかなんですけど今回は特別バージョンということで全員やら言わせていただけて嬉しかったですはいそうそれでねあのちょっとねあんまり空き時間がなくて 空き時間というかあのこうイ,コイコラブさんノイミさんん私たちっていうのでこう一緒に入れる時間が全然なかったりとかしたのでちょっと写真があの上位の2人と撮ったやつとあとあのミルテンさんはミルテンさんが撮ってくださっ一緒に写真撮ってくださったんですけどミルテンさんの携帯で撮っていただいたのであのちょっと私の手元にはなくて。 それでえと鈴木さん鈴木ひとみさんそうひとみさんはすごいうるさいちょっとうるさい本当に <laughs> あのえっとごめんなさいちょっと本当にごめんなさいあのちょ,ちょっと初見さんとかいらっしゃったらあの申し訳ないですけど私のお家はそあの生活音がすごいうるさいんですねなのでちょっとあの急にうるさいとか言うんですけどちょっとごめんなさい皆のことじゃないのでね本当にごめんなさい。 えっと、鈴木さん鈴木ひとみさんとはあのリハの時にリハの時からあの「ずっと将来の夢はおうちの横のキラキラガール」のところとかであの腕組ませていただいたりとかそう「ドレスを着て武道会超かわいい」のとことか一緒になるパート2人になるところが多かったので。 ずっとお写真撮りたいなって思っていたらいたんですよ。それでちょっと声かけさせていただきいて撮っていただきました。去年のイコノイジョイ二千二十三の時もお写真撮っていただいたんですけど、その写真はあの私のあの普通私だけのフォルダに <laughs> 私だけのフォルダっていうか私のフォルダにずっとあの眠らせていて,いてはい眠らせていてですね。あの皆さん には公開しててなくてだから初めてかなと思うんですけどでもあのー、リサさんと花さんともお写真撮りたかったんですけどあのー、イコラブさんの対バンパートナーと連続だったので本当に時間がなくて撮れなくてあのー、本当に一緒にステージに立てただけで本当に嬉しいですけどはい本当にねあのー、そなんていうんだろう本当にね本当に楽しかったですなんか なんかコラボっていうことでなんかこう他のコラボの方とかもん他のコラボのチームとかもい,あいっぱいあったんですけどなんか今回は衣装とかを揃えずにあの自分たちのおののの衣装でやるっていう、あのー、やつだったから結構コラボ感があって違うグループがコラボしたっていう感じがあってねすごい私的にはねそこがいいなって思いました。 うんみんな何がよかったかなああとは体育館ディスコの新曲表題曲なんですけどもう初披露ですごい本当に緊張しちゃってしかも1曲目だったからもう本当に緊張しすぎてやばかったんですけどちょっといろいろまだまだ至らない点が本当にたくさんあるのでちょっと。 本当にちょっとほんなんていうのもうダンスもですけど歌もですけどね <laughs> フォーメーションとかももう結構本当に忙しくてあの曲は本当に本当にあのまだまだこれからたくさん披露するたびに上手に披露できるようになればいいなと思っております <laughs> 本当にフォーメーション大変なの本当にねあのね 本当に本当にねあの忙しくてねもう休む暇ないって感じの曲なんですよそれがいいんですけどねこの曲に合っててこれからたくさん披露させていただく機会があると思うのでそこでどんどん成長していけるように頑張りますそう YouTube にダンスバージョンなんか公開されてたんですけど今日本当に今日に合わせて初披露に合わせて出してくださって私たちもさっき 出るの知って「えまたやばい」って思ったんですけどあのー、あれはなんかダンスバージョンを出すっていうのは前々から決まってて決まってたっていうか前々から言われてて言われてたんですけどなんかあれ,をあれはなんかフルを踊るんですよあ,のあ,れあれを出すためにはフルをいっぱい踊らなきゃいけないんですけどなんか3回2回か3回ぐらいしかフルで撮れなくてめちゃめちゃミスってるところばっかりなんですけど本当にすみませんそれは。 このフリレンの固めの次の日に次の日とかすぐにやったから、ね、ちょっともうちょっとなんか冷たかったんですけどこれから頑張りますえそう私最初 DJ やってるんですよ最初私 DJ やってるんですけど <laughs> あの DJ ちょっとどうしたらいいんだろうと思って <laughs> なんか DJ やってって毎回先生に教えてもらって「はい」って,ってたんですけど <laughs> DJ やったことなくて私。 あの今まであの DJ 経験がないんです、ね、あのちょっと DJ さんの動画いっぱい見たんですけどなんかいまいちこうなんか分かんなくて <laughs> なんかこういろいろやってやってるじゃないですかでもなんかそれを細かくやってもなんか違うかなと思って <laughs> 難しいみんなに DJ やってるのを伝わったならまだよかったけどしかも座っててさ難しいんだよねあれね。 昨年はコニファがが初アイドル現場だだっっったたののででえええそそそそそそうえそうううううよよねコがあのー、何にあの決まったんですよめっちゃ嬉しい私今年ないと思ってて本当にあるのかなって思ってたので私たちもねさっきさっきってかあのあのあれで本当に知ったのであのー、本当にね嬉しかったです嬉しい今年はね秋ですけど皆さん土曜日だからねおやすみ 今度こそお休みあっ今度こそね土日だから行きやすいっていう方もいるかなと思うので寒いのかなまだでも9月でも確かに10月近くの9月かちょっと待ってたわお疲れおっつありがとうおっつありがとうね楽しかった神保おししかたんありがとう ちょっともうね目がね朝からずっとカラコンしてるからね目がもうあのー、もう本当にしょぼしょぼなんでちょっとまばたきが多いかもしれないんですけどごめんなさいえっとマカオの豚お疲れありがとうマカオの豚も配信とかで見てくれたのかなえー、っと「うかタワーありがとう」 昇華嬉しい。なんか昇華がたくさんのに感想なんかリップとかでいっぱい送ってくれてて嬉しかった。あ、水編み、そう。<laughs> あの、だいぶは水編みじゃなかったんだけど、あのー、 今日メイクさんに「今日この後配信したくて」みたいな「ショールームしたくて」って言って最初ここでね喋ったからもう髪の毛がここがもうボサボサすぎてやばくて「でも配信したいんですよ」って言ったら「バババ,バって本当にもう10秒くらいでもう本当に魔法を使ったか」っていうぐらいの速さで三つ編みにしてくれました本当にメイクさんには感謝です本当に大好きなメイクさんで今日いてくださった方がそう みんな大好きなメイクさん大体もう大好きなんですけど <laughs> 本当に皆さん優しいのでみおりん結婚していいよありがとうみおりん栄田とはありがとう栄田ありがとね今日昨日も今日もなんか見つけられたのかな嬉しかったありがとうなんかねちゃんとアピールしてくれるからねなんかわかりやすかった ありがとね本当に並列なのに来てくれてありがとうえミ、ー、ユお疲れありがとうミユユイちゃんありがとう待ってタワーも食えてんの待ってありがとうえ本当にユイちゃんありがとね2日間ゆいちゃんも2日間本当にあのえ新幹線だから電波悪いからゆっくり喋った方がいいのかなえ早く喋った方がいいの電波悪い時って むずいこっちはどういう対応したらいいんですかねわかんないんですけど <laughs> ち,ょっちょっとゆっくりしゃべるわあのー、ねすごいもう本当に近すぎてなんで通路側のあの通路側通路側の一列目だっけどっちも本当にすごくないもう本当にすごかったんだけどあ一、うん一列目だってよね 通路側の通路側っていうかなんか通路の通路からこっちの一別目っていうかなんていうの待って本当に語彙力なくてごめん本当にね嬉しかったありがとねくるみもできたしありがとう本当に楽しかった来てくれてありがとうね気をつけて帰ってね本当にあかりん I love you ありがとうかりんすごい久しぶりな気がする わらびありがとうわらびコンさんありがとうえっ今日鈴木さんと写真撮りました <laughs> そうえー、っとせいきさん結婚してうんあいちゃん推しいあいみおしいかなコアラおししか勝たんありがとうねコアラ見つけられて嬉しかったありがとうコアラもあーちゃん投げちゅありがとうねあーちゃん わらびもいっぱいありがとうほんとにわらびわらびのことさわらびいるの分かってたんだけどさあの何ていうのお顔まではさあんま見れなくてちょっと悔しいのでちょっとまたお話し会で話しましょう嬉しいでも来てくれたのはね知ってたよジンボありがとうももっちー結婚していいよありがとうリッチー結婚していいよありがとう ゆかちお疲れありがとうみんなありがとね。ブンブンありがとう。うこちらこそありがとね。ブンブンもなんか席送ってくれてたよね。なんかありがとう。本当に。ジミ兄さんありがとう。ジミ兄さん。リホアイラブユありがとう。ナダダダナナナナナありがとう。トモるおつかれありがとう。 本当に嬉しい。なんか、アバターでかなアバターでなんか覚えてたかもしれない。え、死ぬほどペンが振ったのね可かわいすぎる。ありがとうね、本当に。てか、みんな聞いてください。私、眉毛切りすぎたって言ったじゃないですか。眉毛も切りすぎたんですよ。そしたら、今日のカメ子写真、なんかウィンクしてるとね、こっち出ちゃうの、眉毛が。で、嫌なの。だから、ちょっと本当に嫌なんですけど、どうしよう。なんか、うんとか。 顔するとここが眉毛出る長さにしちゃって私結構前髪長い、まあ、長いのは好きじゃないんだけどこのくらいが好きなんですねほんとはなのに何かいつもツインテールするとやっぱこう引っ張られてっていうのもあるんだけどこうなっちゃうので本当にエに NG ということでちょっと今日の亀子写真はもうダメですね今日今日の亀子写真はもう全然ダメツですウィンクするとまつげうん 眉毛だよここ眉毛 t h シーズ s 眉毛可愛いですかでも今日さやっぱピアリーナな,なんかわかんないけどさなんか照明結構むずくないなんかかまこさんどうですかなんか私的に結構照明難しそうだなって思ってなんかあの普通のステージは多分そこまであれだかもしれないけどあのウィングみんなのねあの 下一番下手とか一番上手とかさこう出てるステージ分かるあそこのステージはこう照明がもうここにあるからパーンってなっちゃってめっちゃむずいですよねもうねパーンってなってるのはね嫌なんだよね <laughs> だからね難しいんだよねみんなねだからみんなこだわって載せてくれて本当に嬉しいですありがとうね本当に撮ってくれるだけで嬉しいえそうだよね眩しいよね 苦手なな色が分かってそうなんだでもさみんなさうまくない写真放棄をベースに変える人 <laughs> はい放棄をベースに変える人ですでも私のあれがダメだから私のじゃあみんなの写真がダメなんじゃなくて私の今日の前髪がダメっていう話ですからねみんなの写真はめっちゃ保存しました私の今日の好きな写真はあゆみんあゆみんあゆみん にあのきっと本位でいつも抱きついたりしてるんですけど <laughs> それその写真がすごい好きなんですよあの写真保存しましたあの写真すごい好きででもアイウィンが結構もう本当にお姉さんって感じの表情であの私がもうすごいなんか面倒くさい妹みたいな感じで <laughs> そう保存したよ昼公園と夜公園の間にみんなの亀子さんね見させてもらって そうみんな早いのせるのが本当にすごい会場出てさすぐ現像してるのえっ当にえどうやってやってるんですかすごいでも確かに規制退場の間にやるってこと楽しみえ会場出ながらパソコン持ってんのえパソコン持ってきてんのやば荷物多すぎるやん本当にありがとう 嬉しいイコノイジョイもさこ今月今月じゃない今年もさ亀子さんあるかなみんなイコノイジョイの亀子さんはさイコノイジっていうコニファーの亀子さんみんなさもう結構もう何回もやってますぜもう任せのって感じの人が多いよね。<laughs> うん縁日ねどうなんだろうでも縁日っていうほどさ 夏祭りじゃないからさ夏夏に夏は縁日やんそうだから秋だからなーっていうそう今回ね一日しかないから昼夜公演なのかねどうなんだろうでも前回前回っていうか去年はあの一日目二日目で一日うん一公演一公演だったんであれなんですけど 姫最高でしたありがとうございますとかのさんってリサさん推しですよねなんか知ってますじゃあこそ参加させていただけて嬉しかったです倍率やばいのかなみんな頑張ってきてうみんなで会いたい,いやだどうするって話したのねえそっかみんな止まる止まるのか後泊前乗りどっちでも昼公演だとあれかもう。 あの朝からグッズ並びたいとかいう人いっ、ね、やだ取るの失敗したのもう埋まってんのそんなあれなのってもうみんな取ったりしてるのえっねえもうえもしかしてそうやってイコの字が発表されてから埋まってるってことですかえすごすぎるんだけどすごいみんなありがとう野宿キャンプしたらキャンプ 私もキャンプ好きですよ。え嬉しいそんな言ってくれてそうなんかひとみさんとの写真喜んでくださる方が多かった多くてすごい嬉しかったです。なんか私をしてくださってる方は結構ひとみさんと私推しの方結構多くてだからね喜んでくれるかなと思って。あの ルで乗せさせていただきました本当に優しくてお姫様よかったうしい「有給使ってきてくれるのいこないじゃい」イコイジイ「このいじは今年はでもこ去年はさなんか何で発表されたんだっけイコラさんのツアーだったっけツアーで発表していただいたんだっけ の時はなんか1日目シャッフルパーティー2日目あっ違,違う1日目ウォーターパーティー2日目シャッフルパーティーみたいな感じで発表されてたけど今年はまだコニファーでやることと10月じゃない9月の2八九月28だよね9月 28? えってか思ったんだけどさみっちゃんめっちゃ誕生日近くない ?27? だよねみっちゃん誕生日。やば え20歳だよみっちゃん20歳成り立ちのみっちゃんに会えるのやばいもう私は毎日会いますけどフ <laughs> うんねなんか髪の毛とか染めたいな私もみっちゃん見てると最近髪の毛染めたいなって思うんだよねなんか色が可愛くて似合っててそう私はでもやるならピンクとか なんかハイトーンやりたいけどでも一発目ハイトーンって結構あれだよね。ね。ってかみっちゃんが二十歳なのちょっと待ってその信じられないんです本当に本当ですかでもみっちゃんは結構なんかちっちゃい背がちっちゃかったりとか顔が超ちっちゃかったりするからなんか中学生ぐらいに見えるけど悩みはしっかりしてるからねでそうあと動画みっちゃんって動画わかんないけど。 体幹ディスクもーミチュパートあるよ歴史を変えてバブルは今日忘れた後はもうミチュで歌ってますゆきりんさんとはえっと全然お話とかはできなかったんですけどでもゆきりんさんのステージの後すぐカメオとお姫様だったんですよだから舞台で待機しててゆきりんさんがあのハケって来られるときにあのお疲れ様ですだけ 言えたんですけどもうめっちゃ綺麗でなんかワンピース着てらっしゃいましたよねなんか私ゆきりんさんになんか前にお会いしたこと1回だけあってそれがあのな,な,なんかの台湾の時にあの一緒になった時一緒になったというかあのなんていうの一緒になった時にあの舞台舞台ずずないあの楽屋でお挨拶させていただいたことがあって それ以来なんですけどその時に思ったのが本当に細くて顔が小さくてもう本当になんかわっ芸能人骨格だっていうなんかすごいもうなんか本当に細すぎてなんか結構何個か内臓とか抜いてないともうおかしいぐらい細いっていうのがあの印象だったんですけどもうなんかそれ以来もうずっとなんかお会いしたらもうあなんか。 芸能人の方に合ってるっていう気持ちや気持ちになりますとっても可愛くてお綺麗ねそう本当にねでもテレビとか YouTube「雪にワールド」めっちゃ好きでめっちゃよく見れるんですけどとかで見てるのでなんかそんな画面の中の方がいるってなっちゃいましたすごい本当にそうテレビで見てる 肩っていう感じだよねかかる,分かるそうサナツンさんの今日の髪型めっちゃ可愛かったシュシュヘアちょっとね今日は眠いのでとってもとってもちょっと眠いのでもうちょっとでね配信やめようかなと思うんですけど一旦みんなとね感想喋りたかったのでみんなの反応がしたかったのでね 配信したっっってて感じがあるので、うん、ちょっと待って本当にね頭が回ってなくてちょっと変なこと言ってたら本当にごめんなさい。とりあえず今日の配信は私の髪の前髪が短すぎるっていう話をしたかったですよ <laughs>。どうでもよ <laughs>。短すぎるって話と上子さんの,あの前髪が短すぎて本当にごめんなさいっていうことと <laughs> 本当に眉毛いててごめんなさいってことと。 あとは今日はコラボステージに出させていただいたってことと対湾出させていただいたって,たたってことごめんなさいもうめっちゃも仮説もやばいそうだからそうそれが痛かった次から前髪切りすぎないようにしますまた配信するよからまたなんかあれ感想みんな聞かせてくださいあとリップとかも見てるのでめっちゃぜひ ももかちゃん可愛かったももかちゃんちょっとでも気になったなって思ってくれたらあの「ももかちゃん気になるのでお話し会行きます」って言ってください <laughs> 今お受付中ですお話し会あそうあの10月5日の対面お話し会が完売でえっめっちゃ嬉しかった本当になんかファンの皆さんが作ってくださる画像をね見たんですけど いいつも保存してますごめんなさい最近ちょっとまと今日ちょっとまとめる余裕がなくてちょっとまとめられなかったんですけどあのー、保存はちゃんとしててでそれでなんか「10月5日完売」みたいな書いてくれて来いって「え待ってこれ間違えてるよ間違えてるよ!るよ」って思って見たら本当になってて「えっえと思ってはいびっくりしましたでもあの通シとかトうあと残り4部あっ違う残り4部だけあるんですけどなんか みんな支払いしてくれなかったもしかしてなんかみんな当たんなかったって言ってたのにさなんかまだ枠ある <laughs> なんでみんなお支払いしてよう <laughs> それよくないんですよそう外れたっていう方多かったから今回こそ完売になれるかもしれないって思ったらあれだま,たまだね一枠残ってるので でも今外れちゃった方前回外れちゃったって方まあチャンスありますこの機会でもし当たったらあの来れるかもしれないからみんな是非もう一回チャイチャレンジしていただけたらごめんねいっぱい本当にさめっちゃ手間かかるよねあのお申し込みね結構ログインとかも大変なのにみんなあの私のツイッターのリンクから飛んでいただけたらログインしてピッてやったら割と申し込み早いかなと思うので。 ぜひそこからリンクで行ってみてみくださいありがとうごめんなんか告知で終わっちゃうんですけどあの今日のライブでねちょっとでもニアジョイいいなーと思ってくれてたらね嬉しいんだよねちょっとどこまでギフト用なんだ,んだっけ YOU ありがとうなずなウィンクしてありがとうジョニーありがとうアイロブユーワンダフルなく結婚していいよ に結婚して桃佳への愛が深まりましたかでもレノンの亀はやばかったもうレノンの亀も、はい、拍手という感じですよあのね本当に私はあのレノンレノンリコーユーカのダンスがもう一番一番っていうかもう本当に大好きな大好きメンバーなので <laughs> 大好きメンバー <laughs> 大好きなのであのオのリハ映像も あの勝手にカメを参加しないのにたくさん見てしまいましたごめんなさいあのメンツはもう熱いという感じですよね「湊おししか勝たんありがとう湊」えー、っと「かなは生きがいありがとう嬉しい」「とかのさん結婚してえっ!」川氏しになってくれるってことですか <laughs> もうお越しになってくれるんだったら結婚してもいいけど <laughs> なんかどうしてもっていうならひどいになったら言ってもいいけどみたいになっちゃったみやちゃん I love you ありがとうえ待って荷物生きがいたわ今日もありがとう荷なんかさ荷物の友達からさなんか荷物がパソコンパソコンでやってる写真送られてきたんだけどねえあそこまで課題持ってってやってくれたってこと ねありがとうそんなさ余裕なんかなんて言うんだろう余裕ない感じの時切羽詰まってるっていうのかななんか締め切りとか迫ってる時なのにさ来てくれてありがとうね楽しめてたら嬉しい楽しんでくれた新口よかったでもねライブはねやっぱ声とか出したりフりコピとかねみんなしてくれてるでしょだから本当に ライブも楽しいけどね体は疲れてると思うからあのちゃんとお風呂入ってね早く寝てねありがとう本当に楽しかったよまたイコノイジョイで会えるかなえてか思ったんだけどイコノイジョイイコノイジョイさ対面よりさ前なのやばくない <laughs> だから対面お話し会がイコノイジョイの話もできるっていう会になったので どうですか1週間後だよ1週間後でやばいもうおか熱もうはい今モチベ高いっすって時に合わない会おお願いデートしよう本当にお願いします <laughs> 待ってるよ教授との問題な話し会の直後に行ったのやばい <laughs> お疲れ様本当にえ少し気になってしまいましたのうれしいですありがとうございますあっ今日らりさんそう今日輝星さんお誕生日おめでとうございますあの キラリさん東京あのお会いした時に「お誕生日おめでとうございます!」ってあのなんていうのおしゃべりちょっとだけなんですけどお話しさせていただいてもう本当にあのキラリさんってもういつどこでも優しいんですよどんな時でも優しくていつもねなんか私いつもキラ,リキラリさんに会うとねなんかね「あのあのフロアキラーの MV の,のあそこが」とかなんか <laughs> あなんか。 ワルカットの,の MV 超楽しみなんですよとかなんかすごい、オタクみたいになっちゃうんですよ本当に今日もカメを本当に楽しみです頑張ってくださいみたいな感じで、あのー、そう、お話しさせていただいたので、そうなんですよ。嬉しいです。ありがとうございます。そう、話、本当にごめんなさい。ファンたいファンたいファンなんですけど、黄色る、あれ買ってるの。<laughs> 星ですかそれはもしかしてそうとちょっとオタクになっちゃうところはねちょっとうんオタクにならないように気をつけるななありがとうなななもありがとね本当に楽しかったよえどもありがとうえっ、ー なないっぱいありがとね星分割して投げてるの笑う<笑>ジンボもありがとうみんなさあちょっと一人一人とさいろいろ何感想戦感想を喋る会やりたいからさあのお話し会とかで喋れたら嬉しいなそれは対面でも,もちゃんとはじめましてしようか迷ってるえっぜひぜひぜひ待ってます対面対面がでも一番 来やすいのかななんか対面だとうんなんか直でさっきさ最初に会うのなんか緊張するよっていう子はあのオンラインからでも全然嬉しいんですけど手軽に1枚だけ行ってみようかなっていう気持ちになってくれたらぜひ対面お待ちしてます。対面もねあの10月6日はあの10月5日はね完売していただいてあの本当にありがたいことに。 完売させていただいたんです。完売させていただいたじゃ皆さん、皆さんから完売をいただいたんですけど、ちょっとっ本当に日本がおかしよね。もうやだ。日本が下手くそでもうやだ。日本人18年やってるのに、皆さんからのね、完売をいただいたんですけど、<laughs> 皆さんからの完売をいただいたんですけどって何ですかね。そう、みんなから、みんなのおかげで完売したんですけど、そう、10月6日はね、まだね、あの、どの、 んまだあるんですよあとオンラインお話し会の服も載せたので載せたっていうかまあ毎回載せてるんですけどぜひ気になる日あったら来てみてください待ってます <laughs> 高校時代の同級生と対面えあ待ってそれはその高校時代の同級生の子はお宅じゃないのお宅じゃないのについてきてくれるのやばい沼にはまらせちゃおうゃうじ お話し会で感想を言ってくれるのありがとう楽しみにしてるね <laughs> 一目惚れした嬉しい本当ですかぜひこれからよろしくお願いします友達連れてきてくれんのね本当にありがとう今日は誰と連番したのイコラブさんのお友達イコラブさんのおもう本当と日本語言うとくっイコラブさんファン界隈のお友達あれ直しました 最高。オタクなんだ。じゃあ、じゃあいけるかも。<laughs> そう、2日間の感想言ったら6月、確かに、でも、6月だけど、でももう5月22だから、あのー、何て言うの、5月22はもうすぐだよ、6月16は。だから忘れないようにさ、なんかメモとかしといて、メモとか。お手紙書いてくれても嬉しいし。 これからよろしくお願いします。ペンダの色はですね、薄ピンクと薄紫になっております。1個のペンダイトをも持ってくださる方はね、薄ピンクでお願いします。2個持っていただけたら、めちゃめちゃ見つけやすいです。え隣の初対面村山オタクとイコの移住開催で、えかわいすぎないそれ。ね、そういうのがいいんだよね。私、そういうファンの方のなんか、知らなかったのに仲良くなっちゃったみたいなの大好きなの。 だからみんなあったら教えてね <laughs> そうでも私もめっちゃジャンプしちゃったなんかフライハイより高いジャンプしちゃったかもしれなくてちょっと気まずいこの女で開催でごめんなさい <laughs> でもね今日フライハイでねんなんか私は美月が前にあ前に美月がいるんですけどフライハイの時に美月は高すぎてこういう顔で見ちゃった私がもう着地の時に美月はまだ上にいて「えー、っていう顔で見てしまいました 仲い,いファンのの方全然おらんのうーんでも現場来た現場来てくれたら,現場,来てくれたら現場来た時に隣,隣の人とかとあの声かけて仲良くなれる,なれると思うよジョニーはそう体育時間めっちゃ長いなんでなんだろうなんでなんで同じ人間なのに滞在時間がなんか違くなっちゃうのかな私も高くいっぱい飛びたいバネって何人間バネあるんですか バネつけたいじゃあ私もなんか私ホッピンみたいなのわかるなんかこういうなんかこうやってやるさ遊ぶやつあれで飛んでいいフライハイ <laughs> あれでバネの力の靴って何だからね私ホッピンってめっちゃ高いものだと思ってたんですけどこの前ホッピンが急にしたくなっちゃってホッピンアマゾンで調べたら結構あのお手軽。 手軽なお値段だったから買っちゃおうかなって思ったんですけどさすがにあの18歳がホッピングしてるのやばいかなと思ってどこでえ公園とかでさすがに家ではできないので <laughs> 家の床突き破っちゃいそうなので。 懐かしいよえ、ね、トランポリンさ本当にってか友達の家にねブランコついてる人いて友達友達で家に本当にねあのそれ本当に毎ずっと羨ましかった私もね一人暮らししたら家にブランコつけたい <laughs> うんそう室内にそう家の中にすごくない 豪邸っていうかなんかでもそのお家が結構なんかアウトドア系ななんかなんていうのこうまあずっと回ってるなんかこういうのわかるなんかあれとかついてたりちょっと眠いのでちょっとやめたいと思います <laughs> ごめんなさい急にでも今何時ですかね結構でも30分ぐらいは発信できたんじゃないかなえ五5,000円くらいえっそんな高かったっけ なんか前見た時に2500円とかだった時嘘つかれてたのかな ?23 時46分 ?40 何分もやってるかじゃあ一応。40分ぐらいか。眠いとは思わなくてすみません。いやいや、こちらこそすみません。でもね、みんなも多分今日来てくれた方は特に、あとお仕事だった方もね、特にね、疲れてると思いますので。早くお風呂入って寝ようね。私も、待ってお風呂入れないかももう眠すぎて。 入りますお風呂入りますみんなお風呂入ろうまだお風呂入ってない人いるこの中にまだお風呂入れてないやついるこの中にずっと入らなきゃいけないと思ってんのにずっと動けないでまだ布団にいるやつとかいるソファーでゴロゴロしてるやついる <laughs> いねえよな <laughs> 風呂入るぞ <laughs> 今帰宅したの、ね、えおかえりよかったあん安全に入れてもうでもこの中にもう風呂入って布団入ってもう寝るだけってやついるすげえすげえよなそれは <laughs> おもちゃ沼に片足、えー、もう、ここまで使ってください。ま、あ一旦肩までつからんでもだってなんかさ、お風呂とかもさ、肩までつかなきゃダメって言うやん。だから、帰宅中なの帰宅中も配信見てくれてありがとうね。気をつけて帰ってね、まだ。あの、帰宅中の方。クロスライブで初見ありがとうございます。嬉しい。 もうう眉毛ほらこうなるのしかも私のが何が悪いかっていうといつもなんですけどこっち側の何て言うんだろうこの真ん中ら辺は結構長いのにこっちら辺のここのなんか一番眉毛見えるだろうっていうこことかここを切りすぎちゃうっていうのが本当に敗因で今回のだから私がじゃあライブ前に「あの前髪切ろうかな」って言ってたら言ってください本当にあの本当に本当にあなたは前髪切りすぎるんだから。あの 気をつけてもらっていいってみんな言ってもらっていいですか本当に本当に頼みますえそうだよ自分で切ったんだよもちろん自分で切ってます前髪セルフカットがうまいメンバーわかんない誰が自分で切って,て誰がメイクさんに切ってメイクさんじゃないよ美容師さんに切ってもらってるのか分からん切ってほしい派なのそうだなでも私の私のじゃトベ,ベストベスト前髪賞は 本当にこのくらいもうあとちょっとあのこれはもう行き過ぎなんですよもうちょっと長いんですよ本当にダメって感じになるので <laughs> でもちょっと今潰れたからあの,あのライブの時より長いかもあうん長いかも <laughs> 待って小さい時ガ <laughs> キガキやったらくしゃいして間に合いなくなるのやばい元気出たありがとうそれよりはまだ切てきてないわ私 そうママにそうママにすごいキレって言われるんで。ママはママも短い界隈だから。長いの NG 界隈だから。私も長すぎるのはね、あんま好きじゃないんだけど。え、お話し会申し込んでくれたんですか嬉しい。ありがとう。お待ちしてます。本当に抱きしめる勢いで待ってるぜ。ふ <laughs> どういうことわかんない。はい。じゃあ、ちょっと皆さん、そろそろ終わりたいと思います。みやちゃん、ありがとう。 ルピカちゃん、ルピカくん、ルピカさん、ありがとう守りたいこの笑顔。一緒に守りたいこの,その笑顔はこの笑顔だけ。すみません分かんなくて、うろ覚えでごめんなさい。じゃあそろそろフラ入ります私も。みんなも頑張って入ろうね。じゃあちょっと男女読みます。 13位、なずなちゃん、ありがとう。12位、とかなさん、ありがとう。11位、みおりん、ありがとう。10位、ももしょうご、ありがとう。9位、まかオのぶた、ありがとう。えっと、8位、なな、ありがとう。7位、みやちゃん、ありがとう。6位、わらび、ありがとう。5位、ジンボー、ありがとう。4位、にぐつ、ありがとう。3位、しょうか、ありがとう。 さあ、に栄のありがとう。そして一位は。ちく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 ちゃ。新幹線だから、電波悪いです。たくさんありがとう。さんです。<laughs> ゆいちゃんですね。<laughs> ゆいちゃん、ありがとうございます。すごくない私この名前で。ゆいちゃんって分かってんの。<laughs> すごいでしょ。<laughs> 気をつけて帰ってね。 ゆいちゃんと栄田としょうかと荷物あタワーもありがとね <laughs> たくさんありがとうこちらこそ本当にありがとね楽しかったです見て今日の T シャツ可愛いから見て猫、ね、ちゃん T シャツ可愛いしよこれ見えないじゃん全然猫猫、ねね、でねここがね レースでね猫ちゃんにリボンついてるのやばくないかわいくないいっぱいリボンついてるんだかわいっしょこの前あいみつをお買い物した時に買いましたえっとねこれはねマジェスティックレゴンだったかなマジェで買いました私マジェのお洋服好きなんですよ絵のんじゃなくてレゴンマジェスティックレゴンっていうブランドで買いました そうまあとね新しいサンダル買ったので楽しみあのかまだあの夏じゃない夏本番じゃないからさすがにちょっとあのー、まだ寒くて履けないんですけどそろそろはけるりなりますようにって思ってますちなみにランダの靴買いました頑張るぞこれからいっぱい <laughs> 頑張って買ったからねえ知ってるのすごい みんながさサ,ンダルサンダル履き始めたらさサンダル履き始めだよって教えてもらっていい私サンダル履き始め時期分かんなくてえもうサンダルいけるえサンダルデビューしてる年中靴下履いて履くってことえ裸足で裸足で服冬でもえ裸足で冬で外え寒くないの <laughs> 寒そう気をつけて風邪ひかないようにありなんだなんかさ,んかさコンビニちょっと行くとかならまだあれだけどそんなにめっちゃ遠出とか寒くない冬はじゃあねみんなリプ待ってますお話し会待ってますじゃあねまた明日も告知するからおあの起きれたら。